どうも皆さんこんにちは。カタンクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦しましょう。さあ今回は初登場のアーティスト、ワッチの別の人の彼女になったよ。こちらのラブソングをこの小さいウクレレを使いまして、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョン。後半はあの軽やかな16ビートで爽やかにラブソングを奏でたいと思います。かっこいいバージョンです。はい、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあいつも聴いてる曲、頭の中ぐるぐる回ってる曲、 CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいんですけど、楽器と一緒に弾きながら歌う弾き語り、ぜひ皆さんこれ本当にめちゃくちゃ面白いんで始めてほしいと思ってるんですよ。ハマりますよ。だけど楽器は苦手なんですよとか、もう聞くの専門ですとか、もう不器用なんて無理ですって、まあ皆さんの声が聞こえてきそうなんですけど、ウクレレだったらすぐできるんですよ。ウクレレって簡単なんですよ。弦も4本しかないし、押さえるのが楽なんですよ。はい、で簡単なんだけど奥が深いんですよね。始めたらだんだんそのね、あの奥深さが分かってきて、結局こうもう本当に楽しくてどんどんハマっちゃう。本当楽しい楽器ですね。ぜひ始めてください。でこのガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどんできるようになるんですけれども、YouTube ですから、こちらはいつでもどこでもスマホでも見れるでしょ。ちょっとした隙間時間に、しかも無料。これはね、始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストのここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？もうできちゃった。私できちゃったってもうすぐできるようになりますから、本当に。はい。じゃあ行きましょう。ここのリンク先、初心者リスト行ってください。クリック！いってらっしゃい。そこには、今までこの私、カズさんが取りためてきた、あらゆる曲が、あらゆる音楽が、このウクレレで簡単にできるようにしたり、簡単レッスン動画としてすでに700曲以上、700曲ですよ。すごくないですか？上がってます。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、歌謡曲、洋楽もたっぷりあります。ハワイアンソングたっぷりある。アニメソングも映画の曲、あらゆる音楽をウクレレで簡単にしようと、日々アップロードしております。どんな曲があるかとかはね、先ほどリンクの先に行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、お気に入りの曲、どんどんやっちゃいましょう。さあ、それでは行きましょう。ワッチの別の人の彼女になったよ。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。早くなってね、別に
私が電話をしちゃう前に、別の人の彼女になったよ、ワッチ。いやー、すごいラブソング、胸キュンソングでございます。はい、これはやっぱゆったり感がね、ちょっと出るといいと思うんですけどね。いやー、いいですね。はい、聞いていただいて分かったと思うんですけど、今のはガズレレレショートカットバージョンにさせていただいております。フルコーラスでやりたい方、コードは一緒ですので、2番歌詞を書いてフルコーラス、自分の楽譜作ってください。で、動画と一緒にできた方もそれぜひね、ノートに書いて自分だけで演奏できるようになっていきましょう。その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいんですけど、今日ちょっとですね、まあ実験というか、言葉がすっごい詰まってるんですよね。実はこの曲ゆったりしてるんですけど、大はしゃぎとかしないタイプだけどとか、言葉としてはすごく多いんですよ。で、ここの今ピンクで書いてるところは、ここにも書いたんですけど、2小節です。つまり、この3行目はこのワンブロック、このワンブロック、要はここの2ブロック分をアップにして書いてますね。そういうことなんですよ。だから本来だとこの書き方だとここ2行なんですけど、ここ C、C、G7、G7、1、2、3、4ってことでなってます。ワンブロックが、このピンクのところだけはこういうふうに大きく書いてます。これでもこの字がずらずら並ぶ感じですから。で、まあ案の定ここの小さくなるところはガーッと詰まっちゃうんですけど、ちょっと1個の実験で書いてみたんで、ちょっとこういう書き方もあるよという参考までにして、参考のようにしていこうと思います。ここに2小節書いてあります。1番の A メロ、2番の A メロのこの前半部分だけこう長く表記してますということで。テロップと見ていただくと、なんとなくご理解いただけると思うんですけれども、まあ、ここイントロですね。はい。で、こんな感じで始まってます。ちょっとメモってみてください。一時停止。コードはすごいシンプルですけど、やっぱさっきも言ったんですけど、言葉がね、ラップのようにスタタタタとこう来るんですよね。この辺のところが面白くもあり、かっこいいところ。まあ難しくもありというところ。はい、じゃあこれ2番の A メロ。コード進行は一緒で。はい。で、こっから B メロです。で、こっからちょっと通常モードの書き方になると、やっぱり言葉がバーッと詰まっちゃうんですけど、まあまあ、ひとまず書いてみます。こっから普通のこういう4ブロック、いろいろメッセージも入ってます。ここが B メロですね。はい。で、B メロの最後、こう下にくるっと囲ってるやつ、ここにダーダーとか書いてある。これ後で解説しますけど、かっこいいバージョンでやるコードだったり、アレンジなんで、今のはシンプル簡単バージョン、上の段を普通に弾いたということでございます。これ後で解説しますね、ここら辺のことは。はい。で、ここがサビでございます。で、サビなんですけど、これ、ここ見て、サビ ×2 になってるでしょ。これがガズレレオリジナルアレンジでございまして、一回普通にやったら、戻って、もう一回やるんですけど、2回目に戻った時はこっちの歌詞です。カッコに囲った歌詞。こんな風にして場所のこう有効化を図っております。で、またここに戻ってきて、最後の最後にエンディングで、この、私が電話をしちゃう前に、これをワンフレーズ加えて、イントロメロディーに戻って、ここのイントロメロディー終わったというのが今のガズレレ流シンプル簡単バージョンでございました。はい。ではコードを見ていきましょう。これはですね、ここに今、ちょっと今日場所がそういう意味でなくなってきちゃったんですけど、アルファベットだけですけど、いいですか ?C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7。これはですね、もう全員集合、家族全員揃っちゃったみたいなやつです、これ。何が揃ったか。これです。ガズレレ必須コード、全員集合です。これいつも出てくるやつなんですけど、ガズレレ必須コードとは何だという話なんですけれども、音楽やる上でのコードっていうのを覚えないといけない。例えばこういう、響きが違う要素ですけど、こういうのがいっぱいあるんですよ。いっぱいあるどころか星の数ほどある。これを全部覚えようと思うのはそもそも不可能で、じゃあどうしようかと思うんですけど、皆さん、このウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、まずきっかけとして、このウクレレにとってものすごく便利で有効で、お友達の仲良しグループのコードがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと言っています。10個ぐらい大体ありますけど、今日その中の8個が出てくるんですけど、もうこれオールスター勢揃いなんですよね。で、これをですね、10個は、10個もあるのかと思うでしょう。でも1個ずつ見ると1本だったりね、抑えるのは簡単なんですよ。ただし10個いっぺんに覚えようと思うと頭混乱するでしょ。それを分かりやすく頭にスッと入れるように解説した動画、この私が撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはここでマスターしてください。今日はだからコードの、レクチャーを避けますけど、ここでもねバッチリ、マスターできると思いますね。まずは覚えてくださいということでございます。これでできます。はい、ではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。
かっこいいバージョンはですね、コード進行は実は全く変わらないんですよね。まずリズムが変わります。これです。16ビート。この曲は16ビートの主体なんですよね。で、16ビートって言ってファンキーな16ビートとか、こうイケイケの16ビートじゃないです。ゆったりとしたバラードタッチのスケール感大きいやつです。ちょっと弾いてみましょうか。こんなイメージ。こういうちょっとリラックスした感じの16ビート。今やったのは16ビートのチャというリズムなんですけど、今回この別の人の彼女になったは、A メロの1番はチャを入れずに普通の16ビートでやります。で、A メロの2番からチャを入れる。はい。16ビートと16ビートのチャでやります。そして、B メロではね、キスやった。移動だけで終わらせ、ダーツク、ダーツク、ジャン。このダーツクダーツクって感じで、これはねカッティングっていう技なんですね。もうちょっともう一回やってみます。キスやった、ダーツクダーツクダンダガダッカダッカダーツク。最初のコードの下にダーダーって書いてある。あそこダーツクダーツク、こんな感じ。これ触ってる左手弦を触れてる時にってやるとカチャって言うでしょ。これをフレーズに入れてます。ダーツク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 。これでちょっと変化をつけてます。というわけでこんな感じ。16ビートと16ビートのチャとカッティング。この辺をうまくこう混ぜた感じでこの曲をやろうと思います。これはですね、ここ。この弾き方、ここのリンク先で、ちょっと練習してみてください。この今のリンク先は、ウクレレでできるリズムいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からこの動画を探して、16ビートと16ビートのチャとカッティング。ちょっと練習してみてください。それぞれ動画でレッスンになってますんで。ただし、16ビートっていうリズムはすごく難しい部類に入ります。まずは8ビートというリズムがありますから、それを極めて、8ビートのチャを極めて、それで16ビートに登っていくという階段を登るようにリズムはマスターしていってください。これはね、奥が深いですよ。すぐにはできないんですけど、こう、なんていうかな、まあ、時間をかけながら自分のものにしていってください。カッティングはね、こう、ちょっとゲーム感覚でやっていくと面白いと思います。この弾き方でかっこいいバージョンやってみます。あとはね、キメがね、いろいろある。簡単バージョンではちょっと省略したんですけど、最初に C のところでコードストロークして最後止まるって書いてある。ここダダって書いておきますんで、テロップにはね。そんな感じです。あとここ普通に16ビートでいって、で、ここの A の1のところは16ビートのチャなしで、チャなしですね。普通の16ビート。で、ここ以降が16ビートのチャでやりますということですね。で、B メロのところでさっきやったダーツク、ダーツク、カッティングが入ってるところがあるんですけど、すごくこの大きい決めとしては、こうサビに行く前のここなんですよ。ここ見て、決めって書いてあるんで、よく見るとね。ダダダって書いてあるのか。ごめんなさい。ここ、ワンブロックで F、F、G7、E7 なんですけど、この G7 のところでダダッと止めるんですよ。F、F、ダダッ。E7 で伸ばす。こんな感じです。ちょっとここやってみましょうか。ちょっと前から。むしろ怒るここが、どこにもない、ダダッ、じゃーんです。どこにもないの、だからも、よかった？演奏だけでやりますよ。F、F、G7 でダダってやったら、E7 で伸ばす。でもないの、だからも、ダーツ、ダーツ、ダダッ。こんな感じ。はい、決めです。F F ダダ G7、 ダダは G7 ね。ここ決め、ガチって決めましょう。この曲はゆったりしたラブソングっていう感じなんで、こう柔らかくいきたいんですけどね。これ一箇所の決めだけはそこでガッと決めて、この曲のイメージをこうまた高めるというか、はい、そんな感じでやってみいきたいと思います。別の人の彼女になったよ、ワッチ。ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォしない。
らもう会えないやつだね。だからもう会えないやごめんね。あなたも早くなってね。別の人の悲しみだからもう会いたいやごめんね。だからもう会いたいなずるいね。別の人の彼女になったよ。ワッチ。ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみました。はい。軽やかさを出すに、やっぱちょっとシャッフルな感じ。シャッフルっていうのはリズムがチャッカチャッカって跳ねてんですよね。チャンチャッカチャッカチャッシャッチャッカチャッカチャン。これがこのふんわりした感じをまた出すと思います。ちょっとシャッフルという感じで。さっきの解説ではちょっと言い忘れてたんですけど、ちょっと意識してみるといいかもしれません。やっぱ歌詞の内容がね、読み解くとなんかね、すごいですよね。なんかこう、別れたのに好きなんだなとかいろいろ考えちゃいますけど、そんなことをまた思いながら歌うのがまた音楽の楽しいところです。皆さんどんどん歌っていきましょう。ありがとうございます。ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って全国飛び回ってイベントやってます。9月は東北強化月間で行きますからね。お待ち、皆さん来てくださいね。はい、そんなようなイベントの最新情報と、あとこのウクレレの情報と、ガズさんもうベストセラー作家に近いほど本が売れてるんです。その本の情報なんかもこの後ちょっと動画貼っつけておきますので、お時間ある方もない方もご覧になっていてください。今日は見てくださってどうもありがとうございます。それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでまずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンクここにカチャッ貼っときますんで、ホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次は、その翌週です。山形の天童イオンモール行きます。はいはいはい。このような感じで、9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら、私のライブではないんですよ。すごくいい話と音楽がさらに楽しくなる、このことシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで、超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて、本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も大歓迎。とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう。待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で、錦糸町でガズレレの日、11月11日1が4本でガズレレの日に勝手に制定してますんで、集まってください。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村楽さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいこれでつなぐ音楽の輪、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今製造とか、そのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売、皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。はい、あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今、今年の夏はこれがもう皆さんのお手に、お手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさん いろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ、主婦の友社からね。この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ。これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてある。そこで言ってることをね、話してる。ガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。